1943年ミンスクにて、ゴットベルク、中央ロシア親衛隊及び、警察高級指導者、エーリヒ・フォン・デムバッハ・ツェレウスキー、クルト・グスタフ・フリードリヒ・バルター・フォン・ゴットベルクは、ナチスドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び、武装親衛隊大将。東プロイセンのプロイシッシュビルテンで荘園主の息子として生まれる。ギムナジウムで大学入学資格を取得する。第一次世界大戦が勃発すると、1914年8月に志願兵として強硬騎兵連隊、グラーフ・ブランゲルに入隊。1915年に近衛第一歩兵連隊に移って西部戦線で戦い、1917年に重傷を負う。大戦中に1級鉄十字章及び2級鉄十字章、戦勝章黒章を受章した。ドイツ敗戦後、1919年4月にエアハルト海兵旅団に参加した。1923年11月9日のミュンヘン一揆にも参加している。1924年からはスウェーデンとイタリアで農作業と農地管理に従事した。1931年11月15日に突撃隊に入隊。1932年2月1日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党。7月20日には突撃隊を去って親衛隊に入隊する。1934年3月25日には親衛隊特務部隊の大隊長となる。1935年6月1日からブラウンシュバイクの親衛隊、第49連隊の指揮官となるが、1936年1月5日に自動車事故のため左足下腿部を切断している。1937年7月1日から親衛隊、人種及び移住本部の入植部門の局長となる。1939年4月18日から米面命連保護領に派遣され、プラハに国土事務局を設置した。だが、金融的失政によって11月7日に解任され、一時期職務から離れた。1940年10月1日から、親衛隊本部の補充部門の局長、1941年1月10日に、訓練部門の局長となる。1942年7月21日に、東国及び北ロシア親衛隊及び、警察高級指導者指揮下の、白ロシア親衛隊及び警察指導者に任命される。11月16日から戦闘団、フォン・ゴットベルク司令官となり、対パルチザン作戦に参加した。1943年7月5日には、中央ロシア及び白ロシア親衛隊及び警察高級指導者代理となる。9月22日に、白ロシア行政委員であるヴィルヘルム・クーベが暗殺されると後任に任じられた。ゴットベルクの下で、白、ロシアにおける独立政府樹立とベラルーシ国民軍の創立の方向性について承認がなされた。1944年8月7日に第 12SS 軍団長に就任し、東部戦線の第3戦車軍の下で、さらに1944年9月末から西部戦線の第1降下両兵軍指揮の下で野戦部隊の指揮を取ったが、重病となり入院した。終戦時はオランダの北西軍集団付けとなる。イギリス軍の捕虜となったゴットベルクは1945年5月31日にフレンスブルク収容所で自殺した。出典 ABCDE 高橋 P232 ミラー P454 ミラー P455 ハットミラー P452 ミラー P457。ありがとうございます。